皆さんこんにちは、ワンダレブルビジです。今回は、プレイステーションのゲーム、デート続くも決断3パープキット。こちらをプレイしていきたいと思います。デート続くも決断シリーズは、まあ、1から4まで全てプレイしてきているんですが、このプレイステーション版のデート続くも決断3パープキットは初めてのプレイになります。また、デート続くも決断3自体もすごく久々のプレイなので、ちょっとね、プレイもたつくところももしかしたらあるかもしれないんですが、温かい目で見守っていただければなと思います。では、新しくゲームを始めていきましょう。史実シナリオと架空シナリオありますが、今回は史実シナリオから選択していきます。日米海戦真珠湾攻撃に始まり、レイテ沖海戦ヤマト特攻まで、ご覧のようなシナリオがあります。結構数多いですよね。これはパワーアップキットなので数が多くなってます。オリジナル版だともう少し、シナリオの数は少なかったかなと思います。今回は、やっぱりね、奇襲真珠湾、まあ、いわゆる真珠湾攻撃、これをプレイしていきたいと思います。陣営は日本とアメリカ選べますが、日本を。難易度ちょっと久しぶりなので今回は普通でプレイをさせていただきたいと思います。続いて司令長官。これは連合艦隊司令長官だと思いますので、山本五十六大将というところを選んでいければいいかなと思います。山本五十六大将の能力値、ご覧のような感じですね。やっぱり、航空が頭一つ抜けて能力としては高いですね。続いて参謀長。これも連合艦隊の参謀長だと思いますので、真珠湾攻撃の時の参謀長、宇垣さんにお願いをして進めていきましょう。アメリカ、イギリス、オランダは、日本の南部仏印進駐に対して、石油の全面禁輸をもって応える。外交交渉によっても事態は打開されなかった。昭和16年12月1日、日本はアメリカ、イギリス、オランダとの戦争を決意した。すでに艦隊は展開を完了し、あとは12月8日の宣戦布告を待つのみだった。シンガポール、コタバル、ペナ、3つの基地の占領、1ヶ月以内にやれという内容ですね。参考艦隊が展開中ということなので、まあできればですね、真珠湾攻撃を優先してプレイしていきたいと思うので、まあ、このマレー方面に関しては、要所要所だけかいつまで、お見せしていければいいかなと思います。では、ここから実際のプレイ画面になりますね。で、プレイステーション版のパープキット、提督の決断するパープキットの一番の違いは何かというと、どうやら戦車の概念がないようです。なので、まあ、そのあたりが少し簡略化されてプレイがしやすくなっているかもしれないですね。
ではプレイを始めていきましょう。軽空母、さらにヤマトが竣工と、完成したということですね。ではいくつか最初に設定の変更をして戻ってきます。では展開している艦隊を確認していきましょう。まずコタバル、シンガポール付近ですね、3個艦隊が展開中です。まずは第6艦隊、小沢さんの艦隊ですね、こちらには第1戦隊から第4戦隊まで配備されている、フル構成の艦隊ですね、第6艦隊。さらに、こちらが第7艦隊。これいずれもコタバルに上陸するための部隊ですかね。第8艦隊というような形になっています。ダバオの近く、こちらには第9艦隊、これもこのままダバオを攻略する作戦がすでに与えられてますね。そしてクレ、ここには第1艦隊がいる状態です。山本五十六長官の第1艦隊、ここにじゃあ完成したばかりのヤマトを早速編成に入れておきたいと思います。で続いてハワイ方面見ておきましょう。ハワイ方面、こちらが南雲さんの赤城といる、いわゆる機動部隊というものですね。編成見ておきましょう。赤城、加賀、そして、総竜、飛竜ということで、第一戦隊の中に4正規空母が入ってますね。これ、できればどうなんだろう。第一航空戦隊、第二航空戦隊で分けて、第一戦隊に赤城、加賀、第二戦隊に飛竜、総竜という編成で山口多門さんに第二戦隊を任せるなんていうのも胸熱ではありますね。ちょっともう出航済みなので、編成の転属ができるかどうかちょっと確認してみましょうか。あ、できるな。第2、第3とできそうですね。これだったら、第2戦隊に山口多門さん入れて、ちょっと編成見直してみましょうか。山口多門さんがそもそも今編成できる状態かどうかをちょっと確認しましょう。入ってないよね。なので、例えばこの原さんのところに山口多門を入れられるかどうか。山口多門は、いましたね。ここにいて、現在予備役になってる。これは絶対入れた方がいいよ。入れましょう。なので、ここを山口多門、ちょっと強引ではありますけどね、変更しちゃいます。なんといっても、航空も士気高いですからね。で、編成としては、第2戦隊の方にですね、空母を入れていきたいと思います。続いて、艦隊の編成を見直しました。人事も見直しましたというところで、第3艦隊ですね。ここも人をちょっと入れておきましょう。潜水艦隊になるので、潜水艦の、適性がある人をちょっと選んでいきたいと思います。潜水艦の適性がある人で言うと、どうだろうな。あと、予備役であるということも重要なので、そのあたりを鑑みながら、ちょっと人選を進めていきたいと思います。せっかくならね、艦隊の司令官はちゃんと任命していきたいので、第4艦隊も不在になってますね。第4艦隊は、ウェイキーを攻略する部隊なので、もちろんここもやっぱり、人をね、絶対入れた方がいいですよね。砲撃戦に強い人をちょっと入れましょう。この中で言うと、予備役であると、角田さんとか、このあたりはね、航空で使いたいので、大西武四郎をちょっと任命します。これでいいかな。で、兵器の方なんですが、今ですね、飛竜、総竜型をもう一隻ずつ建造を始めました。航空機の生産ラインの方も、少し数を増やすために、ライン数ご覧のように調整してます。なんといっても、冷戦の21型、これライン増やしました。ヒューロー式の艦船はもう、どうだろう。ライン数は0にしちゃってもいいかな。で、この中で言うと、冷戦の21型、救急の艦爆、艦航、このあたりのライン数をちょっと増やしています。これで、
様子を見ていきましょう。97の観光も、艦隊戦だと観光強いんですけど、やっぱ観光にしときましょうか。観光だとね、陸上攻撃もできる、強力な爆弾詰めるっていうのがありますからね。ではこれで一旦時間を進めてみましょう。早速第9艦隊、これがダバオに到着ですかね。朝の7時、天気は晴れであれば、これは航空隊の支援を受けつつ、全機出撃でダバオに攻撃を仕掛けましょう。でこの後グアム、コタバル、この辺りの攻略をしつつ、大本命の真珠湾攻撃ですね、これをやっていきたいと思います。目標はこのままでいいかな。基本的には移民をしていきます。戦闘シーンは移民を行って、主にね戦略面、重視でプレイをしていきましょう。まあ、こんな感じのグラフィックになってるんで、まあ、ワン、ツー、スリー、フォーと全部プレイしてきましたけど、まあ、フォーはちょっとね、また違う雰囲気のゲームになってますけど、スリーのこの UI っていうのかな、が一番僕は好きですね、私はね。では、このマレー方面の作戦は、そこそこに、真珠湾攻撃の方に注力をしていきます。では、南雲さんの、ハワイ、真珠湾攻撃用の艦隊、準備が整いました。朝の7時ですね。日付変わって12月9日です。空撃がちょっとできない状態になっているので、一旦ここは様子見を行います。で、この後、天候が回復次第、空撃、つまり航空隊を発艦させていくという作戦へと切り替えていきます。さて、奇襲攻撃をするはずが先にこちらが発見されてしまいましたね。直縁の数は、ある程度揃ってはいる38機という状態なんですけども、敵の、ハワイの基地から出てくる航空機の数相当数だと思うので、空母に損害が出る可能性はありますね。これはとにかく逃げの一手だと思います。なんとか空母は守りましたが、直縁機を全部失うという大損害が出ましたね。ハワイの基地航空隊の航空機125機が出てたんですね。相当数が多かったわけだ。ただ、これ逆に言うとハワイ基地の航空機今出払ってる状態なので、これ、艦隊から航空機を発艦できれば、だいぶ有利に事態が運ぶ可能性がありますね。それとあと時間的なことを考えると、敵の戦艦、これを先に撃破するというのも一つの手。どっちを狙うかだな。先に敵の戦艦を叩き潰しましょう。全艦上げて出撃します。合計295機。出撃。航空隊としては全部で6個の航空隊になりましたね。赤城、加賀、飛龍、総龍をはじめ、6個の空母から、6個の航空隊が出撃という状態です。まずは、戦艦4隻、これの全撃沈を狙っていきたいと思います。なので、まず目標は、敵の、戦艦、これにつきますね。空母よりも戦艦が上。空母はおそらくいないと思うので、まあ、空母2番目でいいかな。これでいいかな。これでいきましょう。今回あくまでも艦隊決戦になりますので、まあ、
画面の左側はあまり気にせずいきたいと思います。では全部タイプ攻撃開始。ここが戦艦の陥没でしたね。攻撃不能に落とし入れました。ネバダ攻撃不能。やはり敵もやっぱり直縁は全くいないので、敵の戦艦を狙い放題ですね。これに敵の航空隊がいたりするとね、こんな簡単に敵の戦艦の直上に出られるわけもないんですが、これはめちゃくちゃいい展開になってます。はい、全部隊攻撃を完了してます。戦艦にダメージ与えましたが、一隻もちょっと撃破できませんでしたね。この後現地は夜になると思うので、一旦、ハワイ本島から離れて、敵の基地航空隊の攻撃をかわしていきたいと思います。さあ、敵ハワイですが、敵艦隊新たに出現してます。戦艦4、巡洋艦5、駆逐艦18、大艦隊ですね。これ相手に砲撃戦を展開するのはかなりしんどそうなので、ここは一旦ですね、航路を上に取り直します。これによって、敵艦隊からの集中攻撃をね、防いでいきましょう。さらに敵艦隊発見か。いやー、なかなかしんどいな。これただ、距離を取るのは確定事項なので、ハワイ、真珠湾の攻撃を行いましょう。本当に史実通り、なんか、あんまり良くない右往左往してるような感じですね。前期発艦します。出てきちゃってるからね。敵艦隊がね、すでに行動開始してるので、なかなかしんどいですが、まあ、ここは敵の、あくまでも、飛行場オンリーを狙っていきましょう。であれば、うまくすれば、5つある飛行場を全部破壊できるかもしれない。では、前期、敵基地攻撃目指していきましょう。まあ、なんとかして、ここで敵の航空戦力を発艦できないようにすることができれば、まあ、戦局がですね、一気にこちらに有利になると思います。まず飛行場の上に敵部隊がいない。敵の直縁がいない。これはでかい。でかすぎる。これであれば、潰しきれるかもしれないな。完全にこの飛行場を破壊し尽くすという作戦がうまくいったー。これはでかい。これでハワイの航空戦力を無力化することができましたね。で、この後はいよいよ敵の艦隊との押しを決する決戦という方向に舵が
集中できそうですね。はい、表情ゼロにしてます。では敵の艦隊からちょっと距離をねしっかり取っていきたいと思います。というわけでめちゃくちゃいいところではあるんですが、時間がだいぶ長くなってきてしまってますので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。